は KTM さんの試乗会にやってきました。私が試乗させていただいたのはこちらです。 KTM890 デューク R です。今回はサーキットの方で乗らせていただいたんですけど、私的にはやっぱ890っていう数字を聞いただけで、うわ、大きいっていう、ちょっとドキドキっていうか、やっぱつなぎを着てると、まあ、足つきもさらに悪くなっちゃうし、そういう意味でもなんか不安要素がある中での試乗だったんですよ。で、実際乗ってみてなんですけど、こう乗る前はこのタンクのカールが結構横に突き出してて、上から見るとここは絞れてるんですけど、横からこうやって離れて見た時にすごいボリュームを感じるんですよね。だから重たいのかなとかって思ってたんですけど、こう S 字みたいなところの切り返しとかがすごい軽かったりしたし、あとまあ取り回しももちろんその排気量の割に、あ、なんだ、意外とスムーズに取り回しできるんだなっていうのも感じたんで、なんかこの見かけによらず、フロント周りが、あ、軽いんだなっていうのは、走ってても取り回しでも感じることができました。サーキットのコースの中で、左カーブで結構上りの深めのカーブがあったんですけど、その時に結構なんだろう、リアがぐーっと回ってついてきてくれるみたいな、なんかそんな感じを、雰囲気を感じ取ることができたんですよ。でもそういう時になんかリアの接地感をすごく感じたし、グググググってなってるのを感じたんですよ。だからそれはなんかタイヤがすごいいいタイヤだっていうのを聞いてたんで、タイヤのおかげなのかな。でもなんかこうリアがこう回ってる感じっていうのは、このスイングアームが長いからなのかのかなとも思うし、でもその接地感は、まあ、タイヤのおかげもリアサスのおかげもあるんだろうなとは思うんですけど、なんかそれ全てが重なって、その深い R の時にこうリアが後からついてくる感じプラス、なんかその伝わってるからこその安心感みたいなのを、私は感じることができました。ホームストレートの時に思いっきりやっぱみんなね、どのサーキットでもバッとアクセル開けると思うんですけど、その時になんかガツンってヘルメットに当たってたんですよ。で、1回目の時は私なんかもう 無我夢中すぎて、毎回なんか同じギャップ踏んじゃってんのかなみたいな、なんかもうそれぐらい夢中だったんですけど、休憩の時に編集部の人たちと話してて、こうリアじゃない、フロントが浮きますよねみたいな話になって、あれでってなって、もう一回走った時に、あ、これがフロント浮いてるんだって思ったんですけど、なんかそのフロント浮くってイコールなんかちょっとこううわって暴れちゃうみたいな、危ないみたいな、そういうイメージが私の中ではすごいあったんですけど、あ、なんだろう、この何、落ち着き方みたいな、こうやって毎回こうやって開け、バーって開けると浮くんですけど、その度に何だろう、それが1ミリも怖くなくて、あ、浮いたわぐらいの、浮いたなって思えるぐらいなのが、わ、このフロントサスすごみたいな、そんな感想です。なんですごいんだろう、ちょっとそこまで私の知識は追いついてないんですけど、いや、すごいなっていうのは感じたんですよ。ちょっとどうすごいかはちょっとネットで KTM さんのホームページ見た方が早いかもしれないです。はい、それはそうですね、ちょっと私の知識が追いついてなくてすいません。でもすごいことは確かですから、保証します。私の保証なんてね、そんなに価値のあるものではないんですけど、ストレートですごいスピード出した後に思いっきりこうコーナリングが来るから、ギュッてフロントブレーキかけるじゃないですか。その時に私の中のイメージはツンってツンのめって、おっとっとっとってなんか前のめりになって、それが怖いみたいなイメージが私の中ではすごくあって、でもなんかこれはなんだろう、ぐーって入り込んでくれるというか、なんか、うん、ちょっとなんかこれの
こう表現が正しいかわかんないんですけど、重いっていうかしっとりっていうか、なんかこうポンってなんないんですよ。だからグググググってなってくれる、なんかこの柔らかさというか許容範囲の大きさっていうんですか、なんかそういうのを感じられて、だからあの私のスピードの中でこうやって思いっきりギュッてかけても、なんかそのやばい前に行き過ぎちゃったみたいなことを感じずに、あのコーナーリングでバンクさせていくことができたので、あそういう意味では安心感すごいあるのかなって思いました。あとあの1回目の走行の時はスタンダードのモードで走ったんですよ。でその時はやっぱ最初らしく怖かったんですけど、あの2回目の走行の時はスポーツモードにしたんですね。でもあのスポーツモードにしろってぶっちゃけ言われたんでしたんですけど、私も心配だなって思いつつ、でも実際私的には明日方が良かったなって思いました。ちょっと私のそのスピードを出すビビリな性格もあって、やっぱどうしても開けるときにじわって開けちゃうんですけど、スポーツモードだと開けるとやっぱスタンダードモードよりもしっかりと反応してくれてスピードが出てくれるので、なんかそれを私のそのビビリでビビってるところを背中を押してくれるみたいな、だからあ大丈夫だいけるいけると思ってもっと開けられるようになったっていうか、そういうところがあったので、あサーキット走行するならやっぱりスポーツモードにする方がいいんだなって私は思いました。いや他の方の、まあ、感じ方にはよると思うんですけど、それが怖いと思う方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、私はこのスポーツモードにしたおかげでよりなんかこうメリハリをつけて、走行できるようになったなって思います。いただきます。見てください、スープカレーめっちゃ美味しそうじゃないですか。ご飯を取って出して、うまっ、これは美味しいわ。もうこの厚切りベーコンが気になってたんだよな。ルーつけて、これは美味しい。来てよかったです。 KTM の試乗会これだけでも。ライディングポジションについてなんですが、実際乗ってた時はつなぎで乗ってたんですよ。なのでちょっとねあのブーツ的にも足首が伸びなかったので、そんなにしっかりと普段街で乗るときは分からなかったんですけど、今こうやって実際乗ってみると、まあ安定にいつも通り両足はつかないんですが、このステップに足つけるにはすごい余裕を持ってつけるし、この左のお尻が全然外にっていうかあの左側にずれてなくて余裕を持って座れてるので、足つけは本当に悪くないんじゃないかなって思います。こう、うん、安定感あります。これで安定感あるのかよって言われそうですけど、で、うん、そうね、ライディングポジションに関してもなんかこうやっぱ大きいバイクってこの横幅が広くなってこう曲がるときに、ああもう外側の腕が遠いっていうのはありがちな話なんですけど、意外とそんな遠くないんじゃないかなって思います。しっかりとなんか遠すぎると、私がいつもここはできるだけ腕ピンってせずに丸くして乗ろうって思ってる乗り方もあのちゃんとそうやってできるぐらいの幅だから、なんかどうしても遠すぎるとね腕伸ばしきらなきゃいけなかったりするんですけど、でよいしょ、実際乗ってみてもなんか余裕そうじゃないですか。ちょっと旗から見るとこのフロントのボリューム感とかね大きさもあるからどう見えてるか分かんないけど、乗ってる私からするとここがあのそんな長くないんで、すごい乗り心地はすごいので街乗りしててもそんなに疲れないんじゃないかなと思います。あのこうやって左右にお尻を実際サーキットでずらしてた時もずらしにくさとかも感じなかったですし、スタートする時もあのつなぎでもスムーズにお尻を乗せることもできたので、うん、そんなに
滑りやすいわけでもないんですよね。しっかりとグリップはしてくれるので、あのニーグリップとかしてたりとか、こうブレーキした時も前にこうやってつんのめって滑っちゃうみたいなことも決してなかったです。あ、今気づいた、全然なかったですね。そういえばブレーキした時にこうやってギューってなっちゃうことが、だからよっぽどグリップがいいんじゃないのかな。今乗っててもデニムでもすごいいいですし、それは思います。うん、そんなとこですかね。ニーグリップに関しては、私は前に教えてなっちゃん先生で行った時は膝から足首にかけてって言ってたけど、まあこれはちょっと当たりづらいですね。でもその分、あの太もものこのカウルの、タンクのカウルの部分でしっかりフィットするので不安感はないのかなって思います。私がこの890デュカールの中でのお気に入りポイントなんですけど、このマフラーですね。マフラーが結構この上向きなんですよ。なんか私の中で上向きって、なんかその排気音とかがすごいよく聞こえそうみたいなイメージがあって、それでもあのなんか乗ってる自分でやっぱ楽しく乗るのが一番じゃないですか。だからそういうのとかも自分も楽しめるのかなって思いますし、なんかやっぱこう下についてるのってよく見るけど、この上向きなのってなんかこう周りの友達を見てもきっとあんまりいないと思うし、その自分のバイクらしさがより出るポイントの一つなんじゃないかなって感じます。あとですね、この2眼、なんかまあ6眼なんですかね、この顔が特徴的だなっていうのはすごい感じますね。私は一眼が好きなんですけど、でもなんかここまで来ちゃうと、なんかやっぱ自分のバイクとか、私も自分のバイクはオリジナリティが欲しい人なので、自分のバイクにしかない特徴が欲しいので、そういう人にはやっぱりぴったりのバイクなんじゃないかなっていうふうにも感じます。ということで以上、KTM 890デューク R のインプレッションでした。平島夏美でした。